もうこれ今たまたまちょうど映像止まってたんですけど、はい、めちゃめちゃ楽しそう。本当に、ね、本当に、いやでも楽しかったっすね。うん、もう緊張とか全くなかったっすもん。はい、まあ、だからちょっとだからあれですね、緊張がないがゆえに空回りしてポージングを一回忘れるっていう、だからちょっとそこは新たな発見でもありました、うん、あ、もうちょっと冷静さは保った方がいいなって、うん、まあ、ある意味こう楽しみすぎたって。そうですね、だからもう本当に、まあ、翔さんにもあのインタビューの時にも言ってましたけど、まあ、順位ももちろん僕はあの今年は絶対こだわると決めていたんで、あの絶対に優勝するっていう気持ちでまず出たんですよ。プラス絶対に来てくれた全員を喜ばせるっていうマインドでもあったわけですよ、まあ、ホームですしね。だからそれを思いながらずっとこうイメトレしてたらめちゃめちゃちょっと空回りしたっていう、はい、ありましたけど、うん、はい、でもこのファンドと一緒に、まあ、でもそれはね、やっぱもう多分2年前とかもう3年前からずっと同じ変わってないんですよね、やるべきことって、うん、はい、やっぱりその、うん、やっぱ成長してるところをやっぱ見に来てほしいですし、うん、やっぱり、うん、やっぱそういう応援来てくれる方がいての大会でもあるじゃないですか、はい、やっぱそれでまあ僕らが出る側がいて、その同じ賞を作り上げるというかのができてると思うんで、もちろんあの運営さんの側もそうですけど、まあ、だから全員が一体となって作り上げてる賞なんで、まあ、誰何かかけても多分ダメなんですよね、うん、これって、うん、だからそういうのはやっぱ僕は常日頃思ってはいることですかね、はい、演者スポーツ選手である以上、うん、観客を喜ばせる、これもね仕事の一つっていう、本当に責務を全うしている田口純平、本当にでもこれを見てもいやい本当にコンディション当たってますね。いやもうあのバチバチでしたね今回ね、はい、はいはい、全身から血管がやばいですね。いや悔しいね、この背中を見て も、うん、負けてないんじゃないかって思う、いやでも今僕めっちゃプルプル震えてるんですよこれ、うん、本当にきつかったなこれ。今年のテーマこの、あ、そうです、アブドミラル&サイン、はい、サイド、はい、行ったな、来ましたね、吉田どこだ、吉田、吉田ニル、ニルです。すぐにもうあのどうだみたいな。でまあ今プレジャッジが終わって、これからまあ1時半1あちょっと休憩あって、3時間後ぐらいかなに本番があるっていうのを伝えて、はい、あ2時間ぐらいか。でそれですぐ伝えたら食事のメニューと今持ってるやつ一気飲みしろって言われて今飲んでたって感じ。うん、はい、まだまだっすよ、もうでもスタート、こうやってなんかいろんな選手と交流できるっていうのも魅力の一つですよね。ちょっとでもここでぶっちゃけたいっす俺、うん、なんかいや確かに今回そのエンタメ的にはまあ煽りとかまあ多分 FWG さんでもまあ普段のそういう煽りじゃなくてなんか割とちょっとこう格闘技寄りな強めな感じの、ね、煽りの部位を取ったりとかしてたと思うんですけど、ね、なんかそれもちろんそこはもう本気でね全力でやる方が面白いと思うしいいんですけどね、なんか僕ね敵は日本人じゃないなって思ってるんですよね本当に。うん、まあ、別になんかこうまだ1位も取れてない人間が言うのもあれなんですけど、なんていうのかな、やっぱりこうね、やっぱオリンピアに日本人がじゃあ5人10人出た方が絶対面白いわけなんですよ。だし絶対にそっちの方が盛り上がるんですよ、はい、確かに日本人のファンの方とかは日本の人同士の対決が見たいからっていうのはもちろんそれはそれでやっぱ面白いと思うんですよね。だけどね僕はね最近思うんですよね、なんか日本人でこういがみ合ってたところで全く成長しないし、うん、やっぱ海外の人とかそのオリンピアクラスの人と並び合うにはやっぱねこうお互いを高め合っていかなきゃいけないのかなっていう風に感じてますね、はい、うん、なんかこう相手のことをなんかこう蹴落としたりとか、僕めちゃくちゃ嫌いなタイプなんでそういうの、
あの同じ土俵ステージで勝つには僕は OK です。それはみんな見てるんで、みんな見てないところで上げ足取ったりとか、なんかねそういうのはね僕は苦手なタイプなんで、でもみんなでなんかこう成長していきたいな、うん、でその中で本気でぶつかり合った方がもっと面白いもんできんじゃないかなとか思ったりしますけどね、うん、はい、みんなが本当にもう今思ってる想像よりも努力してそれで本気の勝負が見れたら超面白いと思うんですよね、うん、はい、まあ勝つのは一人だけなんですけどね、うん、はい、だからそういうのを僕は作り上げていきたいなと、選手として、まあ、僕が選手でいる限りはそういうふうにしたいなとは思ってますね、うん、はい、今年はねプレスカンファレンス、はい、久しぶりの開催ということで、はい、予想だにしない展開、はい、だったんだけれども、まあ、その前に繰り広げられてた絶戦も含め、うんうん、まあ、ある意味、まあ、捉え方は人それぞれですけれども、はい、相手を鼓舞するっていう意味も意味合いも多く含まれていた。ただその時の個人の受け取る側のメンタルとかマインドによってその捉え方っていうのは大きく変わってしまうから、うん、まあ、今回こういった形にはなったけれども、うん、僕が感じてたのは、うん、誰一人として本当に相手を蹴落とす、歪んでいる、うん、歪み合っているというのは正直感じなく、なるほど、ね、ただある意味こう自分を鼓舞するためにやってるのかなっていう、まあまあそうですよ ね、 まあ僕もそれは感じてるんですけどね、うん、はいはい、そう、ただあの田口純平選手の言う通り、うん、日本人がねオリンピアに本当に5人10人出て、そうす、ね、並ぶ日というのを、まあ、ファンは待ち望んでますから、うん、僕はそうしたいですし、うん、まあ、オリンピアにまだ行けてないんであれなんですけど、まあ、そういう未来をなんかこうね思ってますね、うん、はい、またこれ盛り上がりますよね。盛り上がりますよ、うん、本当、まあ、でもやっぱりでもそういう煽りは、まあ、適度にあった方が面白いですけどね、うん、はい、僕もなんかいろんな人に言われるんで、はい、あれ結構面白かったみたいな。ああ、はい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 、あでもあの時も別に全然、うん、全然僕はみんななんかなんでグラサンしてんすかみたいな感じで言って俺もじゃあグラサンかけようとみたいな感じの、なんか割とその僕はそんな感じのノリでしたね、うん、なんか、はい、かけてなかったんですけど、なんかジンさんもかけてるし、なんかリョウさんもかけてるし、いや俺ものもじゃかけとくかみたいな感じのノリでしたけどね、はい、でも意外に、うん、まあ割となんかこう皆さんエンタメをやっぱ分かってらっしゃるなっていう感じはものすごく感じてました、喋、うん、って、はい、そうですね、はい、だから僕もちょっとそこは学ばなきゃいけないなっていうふうにも思ってますけど、はい、まあぶっちゃけ、はい、僕もドキドキしてました。ここまで来る予定じゃなかったんだけど、あれはあれで成功だと思いますよね。面白かったです、はいはい、ここねカンフォメーションラウンド、正直順位が変わる時もある、うん、このカンフォメーションラウンド最終チェック、うんうん、このカンファメーションの時は どんな感触でした。いやもう1位俺が一旦こうスタップしましょう、うん、1位俺行っただろうって思ってました正直なんていうのかな、ぶっちゃけ言うとまあバックに関しては、まあ、テキサスでも見せてたんで、やっぱこう背中が強い選手と並ぶと、まあ背中は僕もこの8ヶ月ぐらいでジャパンプロから、まあ、成長したつもりではやっぱ行ったんですけど、やっぱりまだトップ層と並ぶと見劣りするなっていうのはもう分かってたんですよね。なんでいかにそこの差を縮められるかが優勝に近づく、うん、鍵となるのかなって思ってたんで、だからそこはねどうなるかなとか思ってたんですけど、フロントは絶対誰も負けないと思ってたんで、もう絶対に絶対に圧倒的に一番、あとコンディションは持っていけるっていうのが思ってたんで、いやそれで押し切れるぐらいの感じかなって今回正直思っちゃいました、うん、はい、まあ、これ僕もぶっちゃけるんですけど、はい、この時には僕結果も分かってる。あ、そうなんですね。分かってる、ぶっちゃけますねそれ
正直やっぱどうにかならないかって思うんですよね、うん、どうにかならないかっていうのはそのイカ様とかではなく、うん、カンファメーションラウンドで本当に変わることもあるんで、うん、ひっくり返ることはないのかとか、うん、そういう奇跡を信じながらコールまで僕は待つわけですよ、ね、はいはいはい、やはり MC としては同じようにさあどっちだっていう風に盛り上げなくてはいけない、うん、まあ、それはそうですね。でも僕は結果を知っている、そこからこう、まあ、ある意味落とすじゃないですけど、うんうん、そこのね、毎回あのカネキンが2位だった時もこの金平選手、それ結構きつい仕事っすね。まあ、はい、ねえ、そこはやはりこう何とも言えない心境というか、うん、もちろん本当キム・ミンス選手も素晴らしい選手、いやでもすごいっすよ、うん、オーラありますし、うん、あとねめちゃくちゃなんか年1個上なんですよね、自分の聞いたら、はい、すごいいい人でしたね、うん、はい、うん、性格いいなって。アフターパーティーにもね、はい、家族連れてなかなか海外選手が来てくれるってないですね。ないですよね、うん、はい、だからキム・ミンスターのあと、リー・ジュンホン、うん、はい、この2人は割と結構僕仲良くて、うん、はい、なんかいつも会うとワッツアップみたいな、うん、どう調子みたいな感じでなんか言ってきたりするんで嬉しいですよね、うん、まあ、キム・ミンス選手は今年があれか初めて仲良くなりましたけど、うん、はい、あ、そう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 、サーフパンツは僕はもうこれ絶対に次東京プロ出るときは同じサーフパンツ着ようって決めてたんですよ、はい、2022年の思いというか、まあ験担ぎじゃないですけど、あんまねそういうことも思いながら同じサーフパンツ出てました、ね、うん、はい、それも感動的だね、思いが詰まった、うん、このサーファー、これで1位だったらめっちゃかっこよかったんですけどね。十分かっこいいよめっちゃかっこよかったんですけどね、これで1位だったら。オリンピアへの切符をつかんだのはこの選手だ。ビートプレゼンツ東京プロスーパーショーメンズフィジークチャンピオン、オリンピアクオリファイヤー、22キム・ミンス。この時はどんな言葉をキム・ミンスにかけてたんですか？いやでも本当に素直におめでとうっていう。で、多分もしかしたら優勝優勝って多分自分の番号を呼ばれたの分かってないのかなと思ったんで教えてあげたって感じですね、うん、はい、お疲れ様でした。悪いな、いいでした。じゃあ香港プロね、まだ完全にご覧慣れてない方もいると思うので、そうですね、はい、ここで5日前ですからね。そうですね、東海なさい、これ5日後に来ていただいて、はい、まずステージすごかったっすね。そうですね、なんかこれテレビのスタジオみたいな、ね、あ、そうです、テレビ放送局のなんかそういう、ね、宴会場っていうかなんかそういうとこでしたね、うん、はい、ちょっとこうミュージックステーションを彷彿させる、あ、確かにそうですね、ね、音楽番組、はい、そう、割とステージのこの面積は広かったっすね、うん、はい、割と静かな雰囲気で運んでった感じですか？いや、多分もっと大きかったですね、はい、多分今下がってますよね、うん、ああ、BGM しっかりなってる、全然結構盛り上がっていましたね、うん、はい、これね、そう、これはもうちょっと今後マストで流行らせようかなっていうのもありますし、うん、はい、みんなこれで写真撮りそうだな、インスタ田口純平日本人のファンはいた？いないですね、はい、ここサーファンツ変えてきましたね。変えました、うん、はい、初めて黒履きました、うん、はい、ブルーと赤とか白っていうイメージがね、今までね、そうですね、あ、でもちょっと赤入ってるんですよね、うん、やっぱ下にね、まあ、これファーストコールなんですけど、まあ、僕最初、まあ、番号順に呼ばれなくて、ほう、で飛ばされたんですよ番号、
はい、1個だから、あ、俺呼ばれなかったって思ったよね。あ、最悪と思ってたんですけど、そしたらまあ呼んでもらって、まあで後で聞いたらランダムに呼んでるらしくったんですけど、はい、びっくりしました、はい、そうだね、はい、それはかなりびっくりするね、はいはい、で、今端っこから左の端から2番目に移動して、うわー今5、6位かとか思いながら今ポージング撮ってますけど、あ、本当だ、真似してきた、また隣に。あ、そうなんですよ、はい、長いね、ここまでね、真ん中来るまで結構今回長くて、で、ここでやっとセンターに、はい、移動して、まあ、ここからはもうずっと動かなかったんですけど、で、この右の、まあ、彼が優勝したんですけど、結果から言うと、でも、ここ、センター一回入れ替わるんですよ、はい、もうこれ、斜め、ん？トップ8？ トップ8か、トップ8です。そう、ここで入れ替わるんですよ、はい、ちょっとだから謎なんですよね、はい、今、順平選手と優勝者の真ん中にいる選手が3位。そうです。まあだから今思えば、まあもう1位格でみたいななったのかもしれないですよね、もしかしたら。要は2位と3位の比較のためにっていう。はいはい。でもどうですか、ぶっちゃけ僕も聞きたいんですけど、東京プロと香港プロどっちがレベル高いと思います、調査的に。これね、はい、まあライティングとかそれはまた違うんで、うん、まあ、一概に言えないかもしれないですけど、この映像だけだと、まあ、筋肉量でいうとこっちの方があんのかね、うん、モリモリしてましたね、ね、モリモリしてました、はい、この例えばトップ8並べた時の体重とかで言ったら圧倒的にこっちの方がモリモリ感、ね、いや結構あると思います、うん、逆にこれ今のこのラインナップと東京プロのラインナップ並べてみたいですね、うん、はい、ただみんな身長が同じぐらいでしたね、ここは。一人オリンピア決まってる選手がセカンドにだったんですよね、この香港プロって。で、あと、まあ、あチェ・ボンソク、うん、あと、まあ、リー・チュンホも一応、まあ、オリンピアンなんで、その彼らもセカンドとかサード。チェ・ボンソクももうオリンピア今年決めてるんですか。決めてないです。決めてないです。オリンピアンであって、オリンピアンですね、うん、だからその一昨年出てるんですけど、そうですね、はい、で、そうですね、あとさ、うん、僕のその、まあ、これは個人的なあの、まあ、リベンジマッチだったんですけど、あの台湾プロ、去年の台湾プロ出た時に、まあ、僕5位で、あの4位だった選手がアイザックって言うんですけど、まあ、今もう普通に友達なんですけど、あの出てて、はい、でその彼にはとチェ・ボンソクには勝ちたいなってまず思ってたんで、だからちょっと良かったですね、うん、チェ・ボンソクは日本で一番最初にオリンピア決めたのがね、そうですね、うん、そうですね、ジャパンプロで、ジャパンプロ彼ですか、はい、いや、そこにやっぱもう興奮して勝ってるっていうのはすごい興味だね、これね、まあ、本当に、まあやっぱその時のトレンドであったりとか、まあ、そういうのももちろんあると思うんで、ね、いやでも本当にあとちょっとの絞りとかだと思うんですよ、うん、ただでも東京も香港もやっぱ思うんですけど、やっぱウエストがタイトでやっぱ絞れてないとまずそこの基準に入れないなっていうのは思いましたね、うん、はい、この時の感覚はどうでしたか、トップ2。まあ先週、これの先週にあの身長のでかい、ね、キム・ミンス選手と並んでたじゃないですか。確かにこの右隣の選手、僕カラーリングの時間全く同じだったんですけど、こんな選手出るんだっていうぐらい結構モリモリしててかっこよかったんですよ、体が。あ、この人かっこいいなと思ってたんですけど、いやでも同じぐらい身長だったら俺の方がよく見えるだろうっていう、だから結構本当に優勝すると思ってましたね、はい、これはフロントで押し切れるだろうっていう。ミッドセクションじゃ正直ね、はいはい、勝ってますからね。あ、まあ、そうですね、うん、圧倒的に勝ってますからね。あ、そうですね、うん、All right, that concludes Mid-Physique.
あ、そう、割とあの早っと思って、もうちょい溜めてほしかったなと思って。彼がメイン MC でやったんですか？そうです、そうです。という、ね、参戦でしたね、どうですか、この3戦戦って、はい、まあ、今シーズンのまとめ。オリンピア行きたかったっすね、一番は。ぶっちゃけですけどね、やっぱりこうまず出てみたかったです。もう結果どうこうとかじゃなくて、一回やっぱ出て経験したかったですね、あそこのステージを。あとその、まあ、控室での、まあ、選手の在り方というか、どういう、ね、僕、まあ、ライアン・テリーが好きなんで、アバート・ブランドもそうですけど、まあ、ブランドは今年出ないですけどね。そうだから、やっぱそういうトップ選手を間近でこう自分の目で見たかったなっていうのはありますよ。で、来年再来年につなげて、今年は終わりにしたいなってずっと思ってたんで、まあちょっと、まあここに来てやっぱ悔しいが勝ちますね。それは。まあやりきったとももちろん言えるんですけどね。ただやっぱこう、あと一歩のところでっていう思いもあったりすると、やっぱ悔しいですね。まあ、競技者としてもね、本当に悔しい思い、そして、まあ、くしくもこうプロ賞であと一歩のところが2回連続続く、本当に悔しいものがあるけれども、僕は今年の東京プロの、あのポーズダウンの時の田口仁平選手が前面に立って、オーディエンスを盛り上げて拳を突き上げた時のあの瞬間が、やはり一番努力を身に結んだんじゃないかな本当に、まあ、そこはね、あの来年も再来年も、まあ、これからずっと僕が選手で出る限りは、あの絶対にもうぶち上げて盛り上げるつもりなんで、はい、まあ、そこはね、もうだからもうちょい会場でかくしてほしいですね、はい、頑張ります、はい、あのもっと入ると思いますよ、はい、そうですね、田口仁平選手一緒に頑張りましょう。いや、もちろんです、もちろんです、はい、もちろんです、僕もやっぱやっぱりまだマイナーな競技だと思ってますし、まあ、でも逆にそう思っていないといけないとも思うんですよね。やっぱこうなんか過信というか、やっぱその、まあ、傲慢さじゃないですけど、やっぱそういうのが出ちゃうと、僕は人間悪い方向に行くと思っちゃってるんで、だからいつまでもこう、まあ、謙虚にじゃないですけど、初心を思いながらやってる選手が必ず上に行くと思ってるんで、まあ、そこはずっとそういう思いを負けずに、勝ちにこだわって、まあ、そのファンの方々、来てくれた方々を、ね、喜ばせるようにしたいなと思ってますね、はい、日本からオリンピアへ、そうですね、行きましょう、もちろん、はい、ということで今日のぶっちゃけ東京プロ、はい、今年本当にね大躍進、日本、ナンバーワン順位、あと一歩オリンピア、ね、来年に期待したいと思います、はい、田口仁平選手でした。シーズンお疲れ様でした。ありがとうございました。